2022明治安田生命 J1 リーグの第13節、ノエビアスタジアム神戸、ヴィッセル神戸対サガン鳥栖のゲームをお届けします。過去の対戦は神戸の6勝、鳥栖の5勝、引き分けが7つ。ただ2018年以来、リーグでは神戸は8試合負けがない5勝3分けという戦績です。さて、それでは神戸のスタートフォーメーション、予想フォーメーションをご覧いただきながらというところですが、まあ今日はおそらく武藤ワントップで2列目にイニエスタを中心に豪華ゆるきというところ、はい、このあたりACL でも得点のパターンを作りましたからね。そうですね。一方サガン鳥栖、まあ、前線からのこうプレスですよね、まあ、前線のまあ菊池尾の、まあ、本田、それが Y の岩崎、まあ、いいの、うん、この前の5枚が相手のプレッシングをこうかけ続けて、はい、高い位置で奪いたいというところはまあもちろんあると思いますし、そこから速い攻撃というところはね、まあ、今日も注目ですよね。大崎、センターバックの牧野、横パスを入れて小林です。左利きのプレーヤー、縦に入れます。スペースを狙いました。酒井がいます。酒井うまくちょっと引っかかったが、横パスを入れてイニエスタ、イニエスタ、酒井からイニエスタ、2分でゴールを取りました。ヴィッセル神戸先制。戻ってきたイニエスタ、スタメンで帰ってきたイニエスタのゴールです。まあ、小林のこの精度の高いボールも行きましたよね。ただ少し、まあ、イニエスタも、まあ、自分の前にスペースを置いたっていうところ とトラップ、右足のトラップから、まあ、シュートっていうイメージも完璧でしたよね。まあ、これだけスペースと時間をまあイニエスタで与えると得点というところは来ますよね。ここお前で武藤取った、福田から取った武藤、横パスイニエスタ、パスを出して角度ないところゆるき、2対0、早い時間帯で2点目を取りました。ヴィッセル神戸、今シーズンのリーグ初勝利へ。このボランチのところから始まるんですけども、まあ、しっかりと対応した、まあ、武藤がボールを奪って、まあ、イニエスタから最後、まあ、サイドのゆるきですよね。まあ、ここはもう完全に、まあ、ショートカウンターですから、まあ、相手は完全に戻りきる前のところでシュート完結できましたし、まあ、非常に、まあ、神戸の狙いがはまったようなねシュートシーンでしたよね。左足で逆サイドに振ります。さあ得意の揺さぶりできるか、中に本田風知もいる、下げる、小泉柔らかいボール、小林対応、胸で落としてこぼれたところでしたが、岩崎触りきれませんでした。角度的には左足かなっていうには感じますけども、小野もねもちろん、はい、可能性あると思いますし、さあ小野の右足かジエゴの左足か、ジエゴだ、壁に当たります。これを待ち構えて小野、横パス、ジエゴもう一度、菊池、ライカーが抑えました。小泉、さあ今度は攻撃を発動できるか、ジエゴ運んだ、運んでゴール前入れてくる、シュートは前川触った、最後は小野、まあ、本田 この背中のところに、はい、うまく入ってきましたね。酒井、イニエスタ、イニエスタ運ぶ、えぐってシュート、決めました、アウト、3対0、深くえぐって最後は武藤がフィニッシュ、サポーターの前で3点目。武藤ね、よく酒井ごとく見えてましたね。ここ、まあ、イニエスタがもう取りになって相手がついてくるところ、まあ、酒井が逆を取ったというところ、まず、まあ、大きかったですよね。
ここでまあ3人ぐらいこう引き連れるんですけどもね、ここからさらにイニエスタが入っていくことで、まあ、少しスペースと時間が酒井に与えることができましたよね。まあ、押し込んだところでこのマイナスのしかもファーのところですよね、うまくこう自分の前にスペースを持ちながら山口蛍、大崎つなぐ、小野に入りました。さあ小野運びます、パスを入れてシュート、前川に当たった。決定的なシーンでしたが前川、抜けてきてボージャン、かわすパスを出して大迫、ボージャンから大迫、ボージャンの崩し個人技、そして最後は大迫がフィニッシュ、綺麗に決めました。4対0、ボージャンが引きつけて大迫が出てきたところをしっかりと見極めながらラストパス、タイミングをしっかりと測りながらね、アクイリギョの股を狙うような感じはあったと思うんですけども、まあ、この辺は本当にストライカーですよね。今日は4対0、最下位の神戸がリード。そしてここで笛が鳴りました。4対0、ヴィッセル神戸快勝。遅まきながら2022年のリーグ戦初勝利、初の勝ち点3を手にしました。嫌な嫌な流れをようやく断ち切りました。